女子美術大学美術館は、女子美術大学の附属美術館。所在地は、神奈川県相模原市南区浅溝台1900。大久保福子、片岡玉子、郷倉和子、三西節子、多田みなみ、佐野縫をはじめとした、女子美術大学出身作家や教員、女子美術大学とゆかりの深い美術作品を中心に、収蔵。2009年に、旧金棒コレクションの一部を所蔵したことにより、収蔵品は約15000点となった。特に染色品は古代から現代までの世界の染色品を網羅した国内最大級のコレクション数を誇る。相模原キャンパス内、また日本の美術大学としては初となる海外常設ギャラリー、女子美アートギャラリーを中国、上海市に設置している。女子美術大学出身作家の作品と女子美術大学とゆかりの深い美術作品を中心に古典美術から現代美術作品まで15000点以上を収蔵。女子美術大学美術館収蔵作品賞受賞作は全作品を収蔵している。専任学芸員が配属され年間10本前後の特別展を開催している。平成20年から韮崎大村美術館と相互協力協定を結び美術資料の相互活用を行っている。芸術学部、大学院美術研究、延べ床面積 7303.28 平方メートルの一部を使用。神奈川県相模原市南区浅溝台1900、女子美術大学相模原キャンパス創立100周年、記念棟1階午前10時午後5時日曜、祝日女子美、ガレリア2階入り口。館内に女子美術大学歴史資料室を併設している。1967年に開廊した女子美術大学画廊に起源を持ち、2012年に社会とつながるをテーマに再開廊したアートギャラリーである。現在は女子美術大学杉並キャンパス1号館に設置され、一般公開されている。女子美術大学卒業生作家を中心に年間10本前後の特別展と、社会実践的アート活動、ワークショップ、110周年記念ホールと連携し、シンポジウムや特別講演会も開催される。女子美オープンカレッジ作品展会場、短期大学部、芸術学部演習施設としても使用される。延べ床面積 2843.01 平方メートルの一部を使用。東京都杉並区は第1の 49-8。女子美術大学杉並キャンパス1号館1階午前10時午後5時、日曜、祝日女子美術大学歴史資料室女子美術、大学創立者の横井玉子、藤田文蔵、佐藤しずらの功績と1世紀を超える女子美術大学の歴史を紹介する資料室、女子美、ガレリアニケに併設されている。女子美、ガレリアニケと同じ午前10時午後5時日曜。祝日2012年11月に日中国交正常化40周年記念事業として上海の芸術家街 M50 に開廊したギャラリー。女子美術大学大学院生、卒業生作家を中心に教員や海外アーティストとのコラボレート作品展を開催し一般公開している。日本の美術大学としては初となる海外常設ギャラリーである。上海市漠線山路50号22号楼102室催しにより、異なる月曜と女子美術大学が定めた日、戸田建設2001年8月28日付、プレスリリースより、戸田建設2001年8月28日付、プレスリリースより学校法人女子美術、大学事業概要より学校法人女子美術、大学事業概要より、ありがとうございます。